こんにちは、こんばんは、サレノでーす。先日ベトナム旅行をしてきまして、いくつか動画をありました。で、今回はベトナムから日本に帰ってくる時に受ける現地での PCR 検査がどんな感じなのか、実際に撮影も合わせてシェアしまーす。私がワクチン未接種なので、ベトナムから日本に帰ってくる時には PCR 検査が必要でした。その PCR 検査を受ける場所選びだったりとか、どんな手順を踏むのか、あと英語が流暢なわけではないので、そのあたりが大丈夫なのか、いろいろ調べてやってきたので、こんな感じなんだって思ってもらえたり、参考になったりすれば幸いです。ということで、まずベトナムから日本に入国する場合、この動画を上げている今、在ベトナム日本大使館などのサイトを見てみると、3回以上のワクチンの接種証明書を所持している方は陰性証明書は不要。所持していない方は出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書が必要となります。有効なワクチン接種証明書、または検査証明書のいずれも提示できない方は、検疫法に基づき原則として日本への上陸が認められない。検査証明書の取得が困難かつやむを得ない場合には出発時の在外公館にご確認ください。つまりワクチンを3回以上接種してない場合は PCR 検査を現地で受けてきてくださいねってことですね。この現地での PCR 検査ができるベトナム保健省予防医療局の許可を受けている医療機関というものがあって、これが在ベトナム日本国大使館のサイトに一覧で表示されています。一応ここに記載されていない医療機関でも OK ではあるんですけど、日本の厚生労働省が指定する陰性証明書の記載事項が満たされているかどうかというのを確認しないといけないので、危ない橋を渡る必要はないかなと私は判断しました。なのでここから探していくわけですけど、まあ場所とか予約の必要性とか検査料金、必要書類、日本語対応できるかどうかなどかなりまちまちです。で、日本語対応していると書かれているところは180万ドンとか、つまり日本円で9000円とかなり高額です。いやー、比べるものじゃないかもしれないけど、以前出していたベトナムの世界遺産ハロン湾を巡るクルーズが1泊2日4食付きで280万ドンだったので、私的にはかなりきついなと思ってしまいました。なので諦めず探しまくった結果、結論としては私はこちらのダイアグという医療機関で PCR 検査を受けました。こちらもバッチリ認可を受けている医療機関です。店舗一覧を見てみると、ホーチミン市内だけでも10カ所以上あってアクセスもいいですし、私が行った時は PCR 検査が55万ドンだったんです。55万ドン、つまり日本円にすると2750円。すごくない？ 9000 円だったのがさ、2750円になるんだよ。しかも検査結果は24時間から36時間ぐらいで出るし、結果はデータで送ってもらえます。日本語対応だけはしていないんですけど、私は全然問題ない感じだったし、まあ、そのあたりの感覚はね、ぜひ現地で撮ってきた映像を見ていただければと思います。ということで、ここからは現地の私にバトンタッチします。ありました。ここでね、 PCR 検査ができるみたいです。日本語は非対応なんだけど、早速行ってみましょう。一応予約という概念はあるらしいんだけど、特にする必要もないみたいな口コミを見たので、そのまま来ました。そんなことあるって思ったけど、本当に問題ありませんでした。入り口でもらった紙にパスポート番号とか名前とか電話番号を記載して待ちます。と言っても順番は2番目です。サクッと対応してくれました。あっという間に終わりました。手続きは全部英語だったんですけど、まあなんとかやってくることができました。で、この紙をもらいました。受付証みたいな感じです。検査自体は綿棒を鼻に入れる感じのやつで、日本と全然大差ない。あっという間です。1分も経たないぐらいに終わりました。で、私は今11時ぐらいに来てるんですけど、ここの店舗は全く並んでなくって、すぐに対応してもらうことができました。ただこの混み具合は店舗によってかなり差があるみたいです。あと検査室も、私はすごい綺麗なあの室内の中にある一角でやってもらったんですけど、他の人の口コミを見てみると、外に設置された仮設検査室みたいなところで検体を取ったみたいなことを言ってる方もいたので、この辺はね、本当店舗によってまちまちなんだと思います。審査結果は明日取りに来てもいいし、 SMS で連絡をくれるらしいので、そっちで確認してもいいみたいです。
とりあえず検査はこれで終了です。はい、ということでこんな感じで検査を受けてきました。私は海外 SIM を使って滞在していたので現地の電話番号を持っていたんですね。なのでまあ大体24時間ぐらいで検査結果が SMS に届きました。個人情報的にヤバそうなところは消しているんですけど、大体こんな感じのメッセージで、開くとこんな風に結果が出てきます。で、PDF ファイルのダウンロードボタンがあるので、ここを押して保存しておきます。ちなみにこちらの検査結果、丸で囲ってあるネガティブというところ、これが陰性って意味ですね。もしここがポジティブだった場合は、もう具合がね、悪いんじゃないかなって思うんだけど、とりあえずは在ベトナム大使館に電話して、まあ、隔離をどうするのかとか、いろいろ指示を受けられるみたいです。もし SMS が届かなかった場合は、電話番号が間違っている可能性があるので、その場合はダイアグのサイトにアクセスして、支払い明細書の ID を入力すれば、同じようにデータを見ることができるそうです。入国の時に必要なのは72時間以内の結果なので、おそらくほとんどの方が帰国の前日とか前々日に受けると思うんですけど、私がしてきた感じだと、ダイアグは手際もいいし、クレジットカード払いもできるし、店舗も多いし、アクセスもいいしで、すごい良かったです。プラス余談なんですけど、現地の私はこの後お洋服を買いに行くんですよ。そこで店員さんから、もし PCR 検査まだ受けてないんだったらダイアグがおすすめですよって言ってもらったんですよ。私 PCR 検査もう受けてきたみたいな話してないのにですよ。だからそれぐらいベトナムに住んでいる人たちから見てもお得というかいい手段なんだろうなと思いました。そんなところをね、見つけることができていろいろ調べてよかったです。ということで今回の動画はこんな感じです。少しでも帰国時の雰囲気が伝わったり、あ、こんな感じなんだって面白く思ってもらえていたら幸いです。このチャンネルでは引き続きお得に旅する情報や旅の Vlog などを上げています。コメントやグッドボタンもすごく励みになります。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではでは。